ご当分の花嫁2期3話やっていきましょう。ぜひとも皆さんグッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いいたします。それではいきましょう。レッツゴー。のシャワー、シャワータイム。男かい。やろうかよ。トリートメントもするのよ。面倒見がいいな。ほんで、クソ期待したわ。面倒。お前はよくそんな長い髪でいられるな。ああ、男はね、短いからな。毎日洗ってるわ。大変だよね、長いの。すごいよね。そんなに伸ばさねえ。シャンプーからのコンディショナーだか知らねえけど、いっぱいやってな。あ、似合うかもしれねえだろ。俺のポテンシャルを甘く見んなよ。もともともうちょい長いもんな。ひでえな。いつの間にか、ニノと普通に話せてる。おお、確かに。しかも風呂場、俺で。すごいよ。じゃあ、その変な髪型やめなさいよ。進展や。こいつの差し出ならスムーズに話せるんだな。ええや。来てもらえよ、四つ葉あたりに。絶対嫌。俺はまだニノを理解しきれてないのかもしれない。四つ葉に切ってもらうのはな。ここに来る前、何があったの？めっちゃショートになりそう。何もねえよ。おお、見てんな。あんたが落ち込んでるの初めて見たわ。落ち込んでねえよ。よく見てるね。いいから聞かせなさいよ。一人は楽だけど、話し相手がいなくて暇なのよ。でもいいね、聞いてくれる。5年前、お一人の女の子に出会ったんだ。話すんか。上杉風太郎くん。ここで、ニノ。でもちょっと早いな。ニノじゃないのかな。久しぶり。うん。これはあくまでイメージやろ。どうなるのこれ。え、ガチで会ったの？は？イメージじゃないの？妄想じゃねえの？は？もしかして。いや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 。妄想やろ。元気そうで何より。いや、違うな。どうして逃げるの？なんかおかしいな。お前には会えない。あ？え？これを返して欲しかったら言うことを聞いてね。え？卑怯だぞ。なんだこれ。妄想ちゃうんかい。逃げられないように。いいの発見。あれなら。なんだ？はてな、んなバカな。6人目？え？いつかの言ってたことが。ん？名前知らないんだ。誰かが化けてる？私はレナ、5年ぶりだね。レナ？レナ？誰？なんでここに？今の君に会うため。今の君に会うため。聞いたよ。あれから頑張って勉強して、学年1位になって、今は家庭教師してるんだってね。すごいよ。はてな。聞いたって誰に？細かいことは置いといて、どんな生徒さんなの？信じてもらえるかわからないんだが。不思議だな。教えてるのは同級生で、5つ子で。うんうん。意外と驚かないんだな。ああ、5つ子って本当にいるんだ。ドラマでしか見たことないよ。やっぱこれ怪しいな。怪しいな。そいつらが困ったことに。誰か化けてる。いやでもおかしいな。バカばかりなんだ。長女は夢追いバカ。どうせ叶いっこないと言ってはいるんだが。長女から始まる。根気だけはあるみたいだな。だがバカだ。次女は身内バカ。こいつは姉妹びいきですぐ噛みついてくる。だけかと思っていたが、今はよくわからない。やばい、混乱してる。だがバカだ。俺もバカだ。卑屈バカ。はじめは暗くて覇気のない顔をしてたんだが、近頃は見るたび生き生きしていて。あーせやな。安心している。あーせやな。だがバカだ。ひでえな。四女は脳筋バカ。やる気もあって頼りになるが、一番の悩みの種だ。どう？いや、俺の思い過ごしか。だがバカだ。それに引っかかる。五女は真面目バカ。こいつとはまず相性が悪い。だが本当はやれるやつだ。この会話の後の反応、絶対ない。これが気になる。だがバカだ。とまあこんなところだが、おお、なぜ？なんでもないよ。でもそうだな、びっくりした。真剣に向き合ってるんだね。きっと君はもう必要とされる人に慣れているよ。みんなまあ褒められてるからな。同じことを言われた。あんたなんて来なければよかったのに。いや、俺はあの日から何も変わってない。いつきいちかが化けるのうまいからな。じゃあ君を縛る私は消えなきゃね。約束通りこれは返すね。でもええな。これは返してあげない。ああ、どうして？私はもう二度と君には会えないから。ええー、二度と？どういうことだ。待ってくれ。どういうことだってばよ。あ、出た。自分を認められるようになったらそれを開けて。ああ、おい待てて。あ、じゃあガチでいたの6人目。さよなら。そいつは俺の前から消えた。終わりだ。寝てる？あ、いいな。つまらない話しちまって。思い当たる節ありけり。泣いてんの？レナ。だってあんた5年もその子のこと好きだったんでしょ。心当たりなし。すぎるわ。好きとかじゃん。一人があっただけか。憧れがあっただけだ。それが好きなんだって。ニノでもない。違うって。だが俺のためにそこまで。でもいつきも違うもんな、あの会話だと。めちゃちょうどいい。やっぱイチカかな、演技力。でもさ、元気出して。あんたみたいなノーデリカシーな男でも好きになってくれる人が地球上に一人くらいいるはずだから。涙。なんで出てきてんのよ、露出マン。俺とお前は裸の付き合いだろ。また変な表現を。やってたのか。
おお、これ勉強。個別で問題を分けてたんでしょ。あの時だって本当は一応は悪いと思ってるわよ。ごめん。おお、偉い。素直になってきた。いいぞ、この調子で樹にも謝ろう。それは嫌。なぜ叩かれたことをまだ根に持ってるのかよ。いい、昔はあんなことする子じゃなかった。なんだか樹が知らない子になったみたい。ニノが謝罪したって。知らない子、にわかには信じられません。お母さんを意識してることかな。お前もいつまでも意地張ってんじゃねえよ、うん、お兄ちゃんいつもより髪サラサラ。ピカピカ光ってる。髪の毛が。お前ら二人ってランチとかよくつるんでるだろ。お互い冷静になればまた気の合う仲良し姉妹に、うん、ニノとは気が合うわけではありません。この前映画を見に行った時も、うん、ユナイトシネマ。イチカが死んでから面白くなかったわ。糸魚川にこれある。それより予告にあったあれ、このロゴ面白そうだったわね。ああ、あれですね。セガか。セガの起源知られざる神秘。ああ、いい感じに。何それ、つまんなそう。そんなことありませんよ、はい、いい感じにパッカーンですね。あんた趣味悪いわ。ニノだってというように昔に比べて二人とも好みが変わってしまったのです。俺の地元感周波子に。俺はどちらも見ようとは思わない。あ、そこをなんとかさ。明日のゴミまとめないと。明日は不燃ゴミの日ですね、うん、朝私が出しておきます。やるな。イチキさん、ありがとう。俺の時計。それならこちらに。おお。イチキさん、やるな。この手どっちだっけ。やるね。それは可燃ですね。またもや面倒見がいい。助かるな。やるな。なんだか俺がお前たちの家に居座った時、うん、お前がイライラしてた気持ちが分かったぜ。あ、逆転か。ルームサービス呼ぶけど何かいる。おお。じゃあ飲み物頼む。おお。やべえ、このやりとり。人に選んじゃうわね。いや、さらっと。やべえ、さらっと。なんで当たり前のようにいんのよ。いやいやいや、頼まねえのか。当たり前のように接してくれてる。どこ行ったのよ。それよりもまず目の前の問題から解決しないとな、うん、目の前ってとは。ああ、期末試験ね。ああ、そっか、期末試験のためだったな。今日のノルマ終わった。頑張ってる。天才。あともうちょっとだね。いつきとニノも今頃やってるのかな。いいね、みんな。居場所は分かってるんだよね。きっとすぐ戻ってくる。お、もしかして誰だ。ついに二人から連絡が。お、で、ごめん、陸上部の部長だった。おう、残念ション。昨日のことは正直ショックだった。オールバック。このタイミングでレナがなぜ俺の前に現れたのかわからないが。でもおかしいよね。一つ、5人の。あいつに教えられたことがある。仲やろ、誰か。人が変わっていくのは避けられない。過去を忘れて、受け入れていかないとな。だからお前も仲直りして帰ろう。忘れたらいいって、そんな簡単に割り切れないわよ。ここは私の部屋だから。独り言。私たちが同じ外見、同じ性格だった頃、まるで全員の思考が共有されているような気でいて、はいはい、居心地が良かったわ。でも5年前から変わった。みんな少しずつ離れていった、うん、まるで5つ子から巣立っていくように。はいはい。私だけを残して、私だけがあの頃を忘れられないまま。みんなそう思ってんのかな。長ささえ変えられない。だから無理にでも巣立たなきゃいけない、うん、一人取り残される前に。これが俺の救い取れなかった姉妹を大切にするがゆえのニノの心理。それでいいのか。はい、いいのよ。過去は忘れて前を向いていかなきゃ。好きすぎるんだね。あとはそうね、心残りがあるとしたら林間学校。おお、あ、やべえ、ニノここで覚醒したな。しっかりお別れできなかったからかしら。もう一度会えばケリをつけられると思ったんだけど。めっちゃイケてる。忘れさせてくれないわ。いつ言うんだ、いつ言うんだ。会えると言ったらお前はどうする。おお、どうすんの。また化けるの、それ。化けて化かされて、なんかすごいな。いや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 。どうも。おっ、遠慮せずに入って。お邪魔します。イケてんな、似合ってんな。俺が今日ニノにすべきこと。おう。 A、 架空の男金太郎を演じ抜きニノの未練がなくなるまで付き合う。いや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 、おかしいやろ。 B、 全てを告白し、うん、ニノに許してもらう。許す。ここのことを考えると前者を選ぶべきだが。いやいや違う違う、一日で終わらけねえだろ。私に言うことあるでしょ。おう、そう簡単にいかないか。そうだ、来なかったか。言わなくちゃいけない。悪かった、実は俺は。いいよ、キャンプファイヤーをすっぽかされた剣は水に流してあげます。うわ、まあ流すも何も私が一方的に言っただけなんだけど。いや、そうじゃなくて。はい、この話これでおしまい。ダメだこれ。これ返すね。ダメだ。今日はずっと付き合ってくれる約束でしょ。破ったら今度こそ許さないんだから。いや可愛いな。くそ、これあかんな。ツンデレという新しい属性が開発されるわ。実は俺待って、今集中してるから。あっ、喋らせてもらえない。正体を明かせる雰囲気じゃない、うん、ならばすぐ終わらせよう。何作ってるんだ。ごめん、ちょっと電話してくる。どういうことやね、緊張かい。誰だ。もしもし、上杉金太郎くん、超優しいんですけ
ど、手が緊張してまともに顔見られないわ。何の用だ。ごめんごめん、金太郎くんってシュークリーム嫌いじゃないよね。大好きだと思うぞ。大好きだと思うぞ、なんだこれ。オッケー、シュールだな。シュークリーム作ろうと思うんだ。いいね、大好きだ。声の質問ちょっと変わってるね。まさかニノが料理を失敗するなんてな。おや、今何だ。あ、やばいね。料理が得意。やばいね。フタロウに聞いてたから。やばいね、緊張してんだよな。ねえ、彼私のこと名前で呼んだわ。一個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 、うまそう、うまそう、いっぱい作った。だいぶ作ったな。本当にたくさんだ。うん、だいぶだな。いや、欲しい。こんなにたくさんあるんだ。欲しいや。お前の姉妹も呼んで食べてやるぞ。おー、ナイス。そんなこと言わないで、せっかく二人きりなんだもん。まあ、てなるよね。気にされたくない。はい、そうなるよね。私は、太郎くんさえいればいいから。困ったな。A はダメだ。も同じこと言ってた。やっぱ B だよ。確かに家庭教師の邪魔ばかりして迷惑かけてると思うけど。そうじゃない。そうに決まってるわ。あいつ勉強ばっかで、試験なんてどうでもいい。おう、5人で一緒にいてほしいんだ。おう、大切な話がある。俺は、金太郎は、B、ちょっと待って。あ、なんか長くなりそうな予感。トイレ行ってきていい？なんてやつだ。いいタイミングでからのテレフォン。あんた、ホテルの近くにいる？な、近いといえば近い。1階のカフェにすぐ来て。クソ厄介。クソ、いや、どっかでこれ来るぞ。あれみたいな。なんで汗だくなのよ。コス漏れなのかコス残しなのか。アイスコーヒーでよかったわよね。ああ、気が利くな。私、彼に告られるかも。ああ、いや、違う。だって、あんな真剣な顔して大切な話って。そうじゃあない。そうじゃあない。金太郎くん！って、いるわけないでしょ。だよね。彼に会わせてくれて感謝してるわ。なんだよ、らしくね。この先どういう結果になっても彼との今の関係に一区切りつけるわ。おお、一区切りなくて悪い。じゃあ A も正解か。バレた。あ、やっぱり これは順応って。あ、約束を破ったら許さないって。まっ、出し込まれた。またやられた。変装なんてすぐバレるのよ。5つ子じゃないんだから。バイバイ。いいよ、開けてくれ。だが今のもこれおかしいな。変装なんてすぐバレるよ、5つ子じゃないんだから。ってことはあの6人目は誰かがやっぱ変装してんだよね。誰だろうね。いや、みんな上手いからさ、演技が。演技だけで1勝つのもずれてんだよな。いや、楽しいわ。あ、こちらのお客様でしたら先ほどチェックアウトされましたよ。あらららららら、なんか可愛いバッグだね。バッグかリュックか知らねえけど、ガラガラ。おい、あいのガラガラっていうのはまとめて、ガラガラじゃね、ガラガラ蛇がやってくるよ。世代バレ。朝だぞ、いつき、起きろ。少しだけ。今日は早めに出る。あと5分だけ。わかる、すげえ5分。あと5分わかる。いいじゃないですか、みの。勘違い。おはようございます。あ、勘違いです。あ、おはよう。ニノ、今日は休むらしいよ。あらら、やはり。直接ニノのところに行きましょう。あらら、もういない。それも今となってはかなわない。そうなんだよ。信じて待つ。俺にできることはそれだけだ。どう出るかな。少し変です。何かあったのですか。なんでもね。行くぞ。だいぶな。もう一人の問題児のところに。お、私たちが駅伝に出場できるのもあなたのおかげだ。四つ葉も。走りの天才は頼りにしているよ。いろいろ残ってるな。お前が天才とは世も末だな。お、上杉さん。君は？あんたが部長か。期末試験があるのに大会の練習なんてご立派だな。おお、うん、大切な大会なの。試験なんて気にしてらんないよ。まあまあ、それぞれの価値観だよ。試験なんて。価値観だな、これは。ちゃんとやってますよ、うん、価値観です。無理してませんか。うん、問題なし。してるね、まあ、無理してます。四つ葉がそう言うなら止めねえよ。お、俺も一緒に走ろう。それなら邪魔じゃないだろう。どういうことだってばよ。何がしたいんだ、何がしたいんだ。走る。上杉さん、もうやめた方が。横腹に来るよな。まだだ。フランスのルイ14世が造営した宮殿は。ベルリンの宮殿。走れメロスの作者は太宰龍之介。すごいやん。宗教4番目の元素は。メロスって日本人なの。ベリウム、うん、合ってんの。全部微妙に間違っている。だよね。俺全部わかんねえけど。以上に覚えてはいる。あ、まあそうだね。両立するつもりか。おお、無理しちゃダメですよ。もう休んでてください。私は平気です。この土日で合宿を行う。お、やばいね。ちょっと土日は休みだったと思うんですけど。あのね、1年生。1年生。前考えじゃ大会2連覇はできないよ。ドツボ、ドツボだ。これはあかんな。あかんな。まずいよ。
ああ、本当は。ないね、おお。いつか、うん、心臓に悪いよ。私も歯磨き。じゃあ、お返しようと。待って、もう、また歯ブラシ加えてただけで全然磨けてないじゃん。そういうことか。やってあげる。ええー。前はよくしてあげたじゃん。でも、もう子供じゃ。はい。ああ、うん。ああ、ああ、ああ。私の歯磨き粉、これが大人の味なのだ。ヘラー。まだ早かったな。ヘラー EX。余裕のよっちゃんだよ。体だけ。かわいいな。ほら、無理してるから口内炎できてるよ。ああ、私無理だ。ほら、喋らない。ストレスでな。ストレスで口内炎。どれだけ大きくなっても四つ葉は妹なんだから。いちか。お姉ちゃんを頼ってくれないかな。怪しいな。怪しいな、この面倒見の良さ。私、部活やめちゃダメかな。お、やめたれ。やめてもいいんだよ。なんでもそうや。やっぱダメだよ。みんなに迷惑かけちゃう。って思うよね、もちろん。お姉さんぶるから。責任感。それが本心や。こんなパンツ履いてるうちはまだまだお子様だよ。見せろよ、見せろ、見せろよ。さんが来た時は見せないでね。角度、カメラマンちょいちょいダメなんだよな、本当に。もうちょっとなんとかこっちから撮れたやろ。聞こえてた？お子様パンツ。よかった。明日陸上部に行こうと思う。君はどうする？行くに決まってる。四つ葉を解放してやるぞ。電話番号がしっかり出とったな。たまにあるんだよね、電話番号しっかり出てるの。お邪魔します。痛手いっぱい来そう。私にプライバシーはないのかしら。あ、まさかの、まさかの、普通に合流してんじゃん、こっち。ちょっと待って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 。なんで、どこ。お邪魔します。めっちゃどこ。私にプライバシーはないのかしかもなんか、髪のあれが同じような感じになってるし、なんでここに来れたの？なんで。はい、ということで今回こんな感じで終了していきたいなと思います。いや、すごいな。めちゃくちゃ混乱してる。マジでとことん混乱してる。誰やねん、6人目。6人目つかまあ確実に聞いても、いちかなんだよな。いちかが幻のシックスマンを言ってんだよな。黒子のバスケもびっくりだよ。だから多分いちかなんだよな。ちょっと濃厚になってきましたね。多分ね。ニノは全然話分かってなかったし、いつきも分かってなかったしっていうところではこれ排除されるんで、残りの2人をなぜ数えない考えないかっていうと、なぜかもういちかが強すぎて、他の2人にはまだその要素がねないこともないんだけど、演技うまいからちょっと違うんだよな。なんでしょうね。はい、ということでね、最後にまずグッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いします。また次回お会いしましょう。 See you next time!